米級フリゲートはイギリス海軍のフリゲートの艦級。ロック級をもとに対戦兵器と引き換えに対空兵器を強化した防空艦仕様の派生型である。第二次世界大戦の勃発に伴う護衛艦のニーズ増大に対応するため、イギリス海軍は戦前から建造されていたブラックスワン級スループやハント級駆逐艦に加えて、 まず沿岸護衛艦として、フラワー級、コルベット、ついで公用護衛艦として、リバー級フリゲート、これをもとに急速大量建造に対応したロック級フリゲートと戦時量産に対応した護衛艦の建造を進めてきた。1943年3月1日の将来、県館委員会において、先日、幕僚業務課長は、対日戦への投入を想定して、 リバー級とロック級を防空艦に改装する計画の立案を指示された。極東では潜水艦の脅威に対しては既存の護衛艦で十分に対処できると見積もられていた一方、軽空脅威への対処は不十分と考えられたためである。1943年4月26日には爆量要求事項が作成されたが、その後も検討が重ねられ、1944年6月、 ロック級を元にした解説計案として認可された。1944年5月には、すでに発注済みだったロック級30隻を防空艦に変更するよう発注がなされた。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯より、基本設計はロック級とほぼ同一となっており、実際、必要時にはロック級と同様の対戦艦として、 再改装できるように配慮されていた。ただしレーダー関連の機器室がスペースを取るため、上部構造物は拡大されている。レーダーとしては、早期警戒用の291型レーダーと目標補足用の293型レーダーが搭載されている。293型レーダーの搭載に伴い、これで補足した目標情報を射撃式に直接活用するための中マイナス2の 専用区画として、ティルが設置された。レーダーピケット艦を兼任することも検討されたものの、航空艦性質を設ける余地がなかったため断念、された。方向兵器としては、当初計画では、レーダー艦正式の56口径4 0ト、mm、ル連装機銃を、主兵装とすることが検討されていたが、新型の新艦長定期を付した4インチ砲の方が、優れていると判断され、 監守日に45口径 10.2cm 砲を連装広角砲がマーク6と組み合わせて1機ずつ配することとなった。射撃式装置としては285型レーダー装備のマーク6即挙方位板と対水上用のアフック射撃板が搭載された。なおこの即挙方位板はスループ向けとして開発されたものであり、 艦隊駆逐艦向けのマーク6療養法イバンとの技術的な関連はない。また、これを保管する広角基準としては56口径4 0ト、mm、ル連装基準2機が搭載されたほか、例えばエサードベイではこれに加えて56口径4 0ト、mm、ル単装基準2機と70口径2 0ト、mm、ル単装基準2機を搭載した。 なお70口径 20mm 単装機銃の搭載数は2機から6機までの幅があり、また 40mm 単装機銃を搭載していない、場合は8機を搭載した感もあった。対戦兵器としては、ロック級では新開発のスキット対戦迫撃砲が搭載されていたのに対し、本級ではリバー級と同じヘッジホッグ対戦迫撃砲に差し戻された。 ただし弾薬搭載量は10製車分に増加している。また在来型の爆雷は、爆雷投射機4機と爆雷投下機場2乗、合計搭載数50発とされた。ありがとうございます。